皆さんこんにちは、岡林太郎です。またご無沙汰してしまって大変すみません。えっ、ー、と小林製薬さんのですね、あのベニコジ菌、えー、が大騒ぎになっています。で、えっ、ー、とこの現状でですね、あの原因の特定が、えー、今日の4月1日の夕方の段階で。 えー、新しく前に進んできましたでまずですねこの原因の特定ができる前にですねものすごい騒ぎになってしまっている特にですね私は非常にこれ日本社会をこれからこういう形でね混乱と非常に不自由な社会にしないように私たちは気をつけなければいけない世論誘導されますこういう時に何かって言ったら機能性表示食品が悪いんだとアベノミクスの規制緩和が行き過ぎだったんだと。 こういう議論にすぐ持ってきたがる人がいると立憲民主党であったりとかですね、まあ、その界隈といいますか、えー、で別にアベノミクスをあの擁護するためにこのことを言ってるんではなくてですねあの要するに、えー、原因が分からないです。であの でそれが分かってきたんですよ実はでその話これからしますけどもそうするとこれ特定機能食品が規制緩和されたための、えー、問題ではありません今はっきりしてきたあのこの今回の件についてはですね。であのまずこれはですね、えー、安倍元総理が2013年にその成長戦略第3弾のスピーチでこういうことを お話ししてちょっとご紹介しましょう健康食品の機能性表示を解禁しますと国民が自らの健康を自ら守るそのためには的確な情報が提供されなければならないえ当然のことです現在は国から特保の認定を受けなければ強い骨を作るといった効果を商品に記載できませんお金も時間もかかりますとりわけ中小企業小規模事業者にはチャンスが事実上閉ざされていっていると言っても良いでしょう アメリカでは国の認定を受けていないことをしっかりと明記すれば商品に機能性表示を行うことができますと国へは事後に届け出をするだけでよいのですと今回の解禁は単に世界と制度を揃えるだけにとどまりません、えー、農産物の海外展開も視野に諸外国よりも消費者に分かりやすい機能表示を促すような仕組みも検討したいと思いますということでですね特定保険用食品特保というのは1991年から 国が非常にこの時間をかけてデータを取ると数億円の費用が一商品の開発にかかるでそれに対して機能性表示食品は2015年からスタートしてですね2022年の段階で5,500件特保が30年で1,000件ですから20倍以上のスピードで成長しているということであのこれねこういう ことがあると一番大事なのはその原因をしっかりとしてそして最小限の対応するということがすごく大事なんですよ。これ制度の問題だというふうにね拡大するんじゃなくてあの制度が悪いから制度の問題するんですよ。だけど制度が悪いかどうかわかんないじゃないですか。あるいは因果関係すらまだわかんなかった最初のうちはねその時からですねこれで全商品を今もやってますよ消費者庁が全部の特定の商品みんなだからさ。 このの手間は何なのそういう子供みたいなことやめましょう被害が出た被害が出た以上は万が一のためにいや被害なんて毎日車で出てるんだけど車やめましょうか車で確実に年間今死亡者数いくら何人出ます ?5,000 人は切ったんでしょうか5,000人切ったとしてもこれ大変な数ですよ車での死亡事故と。 毎日なくなってます。後遺症残って大変な人もたくさんいますね。私の周りにもいますよ。親しい若い人。じゃあやめますか。つまり、この世の中のものは、すべてリスクがあります。で、そのリスクのある部分をですね。とにかく、わーっとパニックのように煽ってですね。で、それはね、例えばテレビとかさ。そういうものは、その煽るのが商売だから、しょう、それはね、しょうがないよ。もう国民が成熟するほかないんです。あ、またテレビで煽ってるねと。 とか日本人すすぐ乗せられますそうです、ね、そこからすゃいや今まで最近の流行り病ねこれ名前挙げるとなんか動画がバンされることがあるんですか最近の流行り病の時のえっ、ー、とお注射ねこれも何か言うといけないんでしょ言うとなんかあのそれだけで、えー、バンされるとか。 えー、なんかもう中世みたいな魔女狩りみたいな社会でね何なのこれもう全部気持ち悪いよ今の日本も世界も特に西側どうせやるんならねロシアや中国や北朝鮮みたいにはっきりね弾圧する人間の悪があったらねそらまあ嫌だねその方が <laughs> その方が嫌だから逃げ出しますけど逃げ出した先が自由社会じゃない日米欧がもう全く自由社会じゃないね これどうなってんだろうと思いますけれども要するにこのお注射をするしてどれだけの超過脂肪が出たかとこれもずっとタブー視されてた。とかこの間やっと「月刊文藝春秋」一応主流メディアの最たるもんです紙媒体としてはねこの月刊文春で京都大学の先生が名誉教授かなんかがこれ明らかにおかしいとこのお注射で非常に大きなあの脂肪が出てるんじゃないかと。 全く目されてますね「文藝春秋」で遅ればせながらこのお注射の問題で大変大きな被害が出てるんじゃないかという記事が出たけど全く目殺されてるね他のメディア誰も追いかけません NHK も他の報道関係も全く追いかけませんしネットも「まあ、この番組だってこうやって喋れないんだもん」だって喋ってバンされたらねえ皆さんただでさえ少ない。 視聴者に届ける手段がまたなくなっちゃうからねだからみんな黙ってますよしょうがないからこれ本当は問題視すべきだと多くの人がみんな思ってんじゃないですかだけどみんな黙ってますよその一方でですね因果関係がはっきりしないうちからいやもうこの紅麹そのものが悪だという魔女狩りが始まってですねその上今度はえ機能性表示食品 と何度も言いますとこの世のものは全て光と影があるそしてそこに対してですねある被害特に今の日本では死ということですね人が死ぬということこれがものすごい課題にな言説になってくるとですよいろんなことで人は死ぬんですよ実は。 いろんなことで死ぬわけですけどもそのうちのある特定のことにうわーっと社会のパニック現象を集中していくとですねそのつまらない現象つまり特定の小さな現象そして因果関係がはっきりしないという意味でつまらないと言ってるんですけども要するにその現象から社会問題に社会の制度や法律を変えるという問題になってしまう。これは病病気気ででですすす社会の病気ですですから そこは冷静にならなきゃいけならけいい最新のです、ね、この小林製薬の問題で、えー、厚労省が、えー、小林製薬からの説明として公表してきたのがです、ねえー、理化学検査機器で分析したところ、えー、予定してない物質が入ってる、えー、プベルル酸というものが出てきたと要するに健康被害の原因になりうる未知の成分が えー、あるロットでだけ出てきたとそうするとこれは、えー、衛生管理の問題そうするともともとの成分そのものに由来する問題ではない可能性の方がすでに大きいんですよ。と衛生管理の問題は機能性食品であるか医薬品であるか関係ないんじゃないでしょうか。衛生管理において、えー、十分な注意あるいはそういう、えー、未知の 要するに本来,の本来入ってるはずのない成分が入っててそのロットが健康被害を今回生んでるのではないかということまで分かってきたそこで、えー、東京大学の名誉教授の唐木秀明先生の、えー、分析として現段階ですよこういうのはどんどん変わってきます4月1日段階で、えー、唐木名誉教授はこう言っておられる,、えー、混入しているとそしたら、えー、本来の成分じゃないんですからそしたら紅麹の えー、原料に付着していたか従業員の体に付着していたか発酵室内に、えー、空気カビの胞子が流入したかネズミなどが持ち込んだかという4つを挙げているでこれは機能性食品と関係ないじゃあり何でんか皆さんなんで他の全部の機能性食品の今から緊急点検をする膨大な手間とお金がかかります。愚かですよはっきり言って なんでこんな愚かなんですかこの社会は。普通に行きましょう原因を特定しそして被害が出た人にはその被害の救出をえも,うもし因果関係が発揮してるなら被害を救出するために国は動くべきですよ。もう100人単位で出てるんだからこれが本当なら。でそういう側に動きそして原因を特定しそしてごく最小限の対応する社会というのはねさっきから何度も言います 車が人をを殺すす事故を起こすだから車を見直そうじゃないかこんなことを言ってたらね人間の社会全て見直しいや生きてることをやめようじゃないかって話になりますよ極端に言ったら生きてる以上リスクがあるからです人生とはまさにリスクそのものですですから除去すべきリスクを特定しながら除去していくという知恵がなければ危険がある 外に出,出歩いたら危険があると。サザエさんかなんかの四駒漫画に昔あったよ。外に出ていろんな事故が起こる。ああもう外に出るのが怖いから、うちの中いいよって言って、マスオさんがガーンってやったら、ここでなんか木の板にぶつけて、怪我しちゃったと。いや、外に行ってリスクがあるけど、家の中だってね、滑って転んで頭、頭が打ちどころ悪ければ死んじゃいますよ。それが人生です。 ですからあまりこういうねリスクというものを抽象的で一般的で大きな問題にしないというのはもう大人の社会を取り戻すという日本がねいう意味でも今回少しね私から問題提供しておきます。ですよ今回一番大事なのは他の機能性食品で救われている人たくさんいるんじゃないですか 本当に健康が助かってる人もたくさんいるでしょ。そしてプラシーボ効果的にですね、もうお守りみたいに持ってる人もたくさんいる。でね。プラシーボ効果だから意味がないととんでもないですよ。それを持ってなきゃ不安だっていう時に、それを持ってるだけで、我々はものすごく健康や、えー、精神状態の安定があるじゃない。だからそれをですね、いちいち不安を煽ったり、全商品を割りして、 また一から今度は法律を作り直しましょうなんてて言って今までね安いお金で安心して健康のあるいは安心が変えてたのがこれからまた全部見直しをさされてごらんなさいそのことの被害がどれほど大きくなるか世の中っていうものをもう少し大人の常識そしてものを限定してみるそして冷静にリスクというものはもうあるという上でリスクがあったっていう報道を見てみんながカーッとなるような社会は。 八十になっても七十になってもさ子供ですよ。いい加減みんな大人になりましょう。年を取れば取るほどということを申し上げて、この番組を終わりにします。ありがとうございました。